誰でも20代っていうのがあったわけですね。その20代から50代になっていった変化というものを考えていったときに、どんな変化があるかということを今日はお話していきます。まあ僕も28年のね、歴史が あります。この美容業界ではね。今、26で書いてますけど、もう駆け出しのことから始めたら、もう28とか、もう本当に30年近いんですね。で、その中でやっぱり見てきたものというのは、飲食業界から美容業界入ったんで、この業界のやっぱり変化というのを見てるし、社会の変化というのを冷静に見れることができます。まあ、そんな中で皆さんも、やっぱり若い頃のメイクと大人メイクっていうの違いありますよね。なんか社会も変わってくるし、自分の容姿、肌の変化とか、顔立ちも変わってきますよね。まあ、それに合ったメイクをどう工夫していくかということが非常に大事じゃないかなと思います。プロフィールも載せておきますけどもね、こんな感じでやってまいりました。さあ、そしたらですね、いつも僕が話してることやから、多分皆さんね、かなり聞いたことあると思います。やっぱり40代から60代って、これ、音春ってね、大人思春期って言いますよね。だから心も体も環境も大きな変化が訪れます。これは大なり小なり、大体みんな似てますよね。まあ、例えば結婚してる、結婚してない、別としてでも、やっぱり、体の変化っていうのは女性の場合、今まで自分のこのなんていうかな、女性らしさやったやつがだんだん女性らしさがなくなってきて、肌もなんかツヤがなくなってきて、ちょっと硬くなってきてとか、くすんできてとか、いろんな悩みが出ている、まあ、時期っていうことでもあります。でそれを、まあ、どう乗り越えていくかということが非常に大事になってくるということですね。だから子育て終わったなと思っても、またこの自分の親の介護とか旦那さんの介護とか、まあ、いろいろと仕事もだんだんこうキャリアが上がってくると責任も、ね、責任もあるし、まあすごくなんていうかな、一番集中してこう社会の中で自分が存在感が必要になってくる。だけど時間が取れないみたいな、なんかそこへ持って自分の体もしんどくなってくるとか、汗が出てきてなんかこうほてってくるとか、集中力が欠けるとか、もういろんなお話をね、僕も聞きます。でこの40代から60代の20年間の方々を僕は元気にしようとしてやってきたので分かるんですけども、結局減るんですね、美意識が。この時期だからここにナチュラルモイチャーファクターと美意識の低下って書いてるんですよ。やっぱり自分の容姿が変わってくると美意識もどんどん減っていく人が増えてきます。でもう所詮この年やからっていう人もね、出てきます。もちろん美容業界で働いてる方なんかはその意識は高い方ですけども、それでもやっぱりなんかちょっと20代30代のアーティストに比べたら自分ってもういけてないなとか、時代遅れ してるんちゃうかなとか、まあ、いろんなことを考えたりします。この40代60代の、実はこの大人思春期の方ってものすごくダメージを受けやすいんだけど、その分逆にその時期を乗り越えると今度社会を良くするっていう力になるっていうことを考えてほしいんですよね。だから応援してるんですけども、60ぐらいからは僕寒時計って書いてますように、僕はもう今60超えていくんで寒時なんですが、やっぱり60になってやっとこれからですね、第二の人生を、思春期をドキドキした気持ちでまた楽しんでいこうと、こういうのを僕考えてます。だから大人熟期って書いてます。いろんな経験を積んで、大人の経験を積んで、そして考え方、さっき言った大人の道徳というものを、まあ、改めてこの社会に認識させようとか、でこの美容の力を持ってしっかりと社会を明るくしようとか、そういうのを考えてます。だから諦めずにですね、これ60になっても70になっても僕同じこと言ってると思うんで、まあ、そういうことでやっていきます。じゃあパーツはどうするんよという話になりますんで、もうベースメイクからちょっと細かくやっていきましょうかね。はい、まあ、20代のメイクっていうのは もちろんね、皆さん分かるように、薄付きでも十分いけるし、肌もツヤもあるしね、張りもあるしね、いいんですけども、これもだから薄い水っぽい リキッドファンデーションとかでいいんやけども、僕が50代の方にはこういうファンデーションの選択したらいいですよって言ってることがあります。これは何かというと、ツヤが出てカバー力があって、しっかりと厚塗りならないような感じのものってあるんです。ちょっとこう伸びがよくって、でカバー力もあって、だけどツヤっぽくある、まあ、こういうものをね、今いっぱいいいの出てるんでね、ちょっと選んでみてください。だからファンデーションを変えるとかで、季節によっても冬は乾燥しやすいから、そういう部分でやっぱ保湿力のあるファンデーションにするとか、夏場だけはちょっと軽めにやってもいいけども、まあ、冬はそういうふうにしてカバーをしっかりとしていくっていうのも大事かなと思いますね。それからやっぱりトーンアップって大事です。これ毎回言ってますけども、ファンデーション塗る前に、ご自身のお肌っていうのはもう何十年もやっぱり
塵ほこり、いろんなものを角質の上でこう溜めてるので、やっぱりくすんだりしてますよね。いくらあの努力したというても、やっぱりくすんできますよね、多少ね。だからそのくすみをメイクの上でやるとなると、透明感を出すためのトーンアップ、まあ、例えばピンクとか、少しそのくすみを飛ばすパープルとか、色の入った下地なんかを使って一旦上げるんですよ、トーンをね。その上でツヤのある下地、なおかつツヤのあるような下地っていうのがあるんで、そういったものをやっぱり使う。これでメリハリをつける。もうこれだけで出来上がりのベースが変わります。それから眉メイク、アイメイクについていきます。まあ、これはこの僕実際今これね、ちょっと待ってくださいね、この一個 手前もそうです。これ左が全部 AI で作ってますからね。もう今もだから AI で作ってもそんなにわからないと思うぐらい、なんとなしに雰囲気出ていますよね。でこれも AI で作ってますけど、まあこういうアイメイク、ここまで派手にする人はないと思うけど、でも20代の方ってやりますよね。好きな人はいくらでも、まあ、こんなメイク普通っていうね人もいてれば、髪の毛の色と合わせてメイクをするとかね、これはもうこれでいいんですよ。これはもう20代楽しんだね。で50代の方はでもあんまり頑張りすぎるとですね、そこだけが目立ってしまうんで、品というものがねなくなります。前回まあ和装の話もしましたけどね。だからまあできるだけ通常の生活の中でいけば、まあ色を抑えながらですね、でもなおかつ目元を立体的に洗練された印象にするために何をするのっていうことになります。でそこで僕はおすすめしているのは、まずは自分のへたってきたまつげを元気にしましょうということで、まつげを育毛させましょう。これまつ育って言いますね。これをしていない人は結構多いです、まだ。うん。で、エクステに頼ったりとか、つけまつげに頼ったりする人もやっぱりいらっしゃいます。だけど、やっぱり長い目で10年、20年先を見ていったら、自分の今あるものを育てるというのが大事です。これ髪の毛もそうね。肌もそうですよね。やっぱり生きてるものを育てるという意識、これをやっぱり持ってほしいんで、まずはまつ育やりましょう。そして、目元の皮膚というのは、ティッシュの半枚ぐらいしかないので、よれやすいし、で、ちりめんじわになりやすいし、やっぱりね、あんまりきつく伸ばしたりやっていくと、どんどんダメージ出てきますから、ここは本当に優しいものを使ってください。例えばアイシャドウを塗るんだったら、ここはね、本当に安いものやめてください。この目元を使うときは、やっぱり良質なものね。で、しかも、クリームシャドウみたいな、こう、パサパサしないもの。クリームシャドウね、保湿力のある、しかもそれを最初に塗っとくだけで、もうそれだけでね、ツヤっぽく見えるから、とりあえずアイカラー、アイシャドウを選ぶときはそういうものを選んでみてください。上品なものありますから、本当に手で触ったらなんかしっとりするなという感覚です。そういうものを選んで、それから色はベージュとかブラウンとか、ブラウンでもライトブラウンね、あんまり濃いブラウンやったらちょっとこうクマになったりするような感じになるんで、柔らかいブラウンで、僕ここでピンクがかったブラウンっていうの、これボルドーとかね、ね、くすんでるようなピンク、そういったものを使います。そうするとすごく上品に仕上がります。でそれも難しいという方は単色使いというのもおすすめしています。目元っていうのはちょっとこう奥に入ったり、年齢がいくと奥に入ったり、ちょっとこうシワが目立ったりするので、ある意味この引き締め色っていうのをもうあえて潔くあまり使わない。だから 4色パレットであれば、一番最初に下地っぽく使うハイライターってあるよね。ハイライト的な色、明るい色を手に取ってアイホール、まぶた全体に塗って、で目頭から目の下にも全体に塗っていくわけです。もうその単色一色だけ、それ潔いでしょ。でその上でブラウンのリキッドライナーとか、まあリキッドなかったもペンシルでもいいですけど、ブラウン系のライナー、アイライン、これで引き締めてください。そしてマスカラをブラウンとかボルドーのみたいなね色にしていけば、よりねまたそれも上品に引き締まっていきますからね。そういうふうな、まあ、使い方をしていただいたらいいかなと思います。もしなんか華やかさが足らんなっていうふうに思われる場合は、チークの話は後からしますけど、このアイメイクの眉のところ、
ね、こう今書いてる眉とアイメイクで両方やってますけど、この眉の上にね、あのチークをちょっとこうチークっぽい色を眉の上にスッとかける、で色をちょっと華やかにするっていうのもありですね。でこれちょっと眉の形のこと書いてませんけど、あのやっぱり今主流裏はちょっと太めで短めで、であまり立ち上げずにですね、あの柔らかい眉、どっちかというとこんな感じですね。ノータイプ別の眉なんですけど、これ左側のね和装に近い眉、こういうのをね、今やっといたらいいと思います。まあ、これを、まあ、基準に考えて、この左側の眉とそれから右側のねちょっと山をつけるような眉、こういうのもね、まあ今どっちかというとあのこの両端の形結構ね多いですよね。若い方はチークどこへでも塗ってますよね。まあそれはそれで OK ですね。まあ50代は定番にはなりますけども、やっぱりたるんできたりとか、まあ、あの張りがなくなった感じになるので、ちょっと少しリフトアップを意識しましょう。ということで、やっぱり頬骨の上に沿って斜め上方向にチークを入れる。基本的に僕はあんまりこればっかり進めてないんですよ。あのだけどちょっとまあ皆さんこう誤解しないようにしてね、あのシャープっぽい、もともとこう痩せてきている50代の方はこれをすると余計にゲソッとなるんで不健康になるから、頬の中心あたりにこう柔らかい、まあおてむやんって言うたら思い出すかな、ちょっと真ん中にね、であんまり上昇に、この今書いてるような上昇方向には入れないようにする方がいいっていう、そういう場合もありますありますけど、今基本的にはですよ、基本的にこういう風な大人の女性のような感じのイメージの写真のようなね方であれば、こういう風にするとかっこいいじゃないですかね。なんかこう張りがあって、しかもおしゃれで、ハイライトがちょうどチークの上に乗ってるような感じです。こうして自分の肌、たるみかけてる肌を上昇方向に持っていくっていうやり方、これをまあちょっと今日は紹介しておきます。で、やっぱり肌に溶け込む色味がいいです。ここにね、もう真っ赤っかのチークを入れてしまうとね、これもね、もう昔っぽくなるんですよね。だから、まあ、コーラルやベージュピンクって書いてますように、肌に馴染んでいくような感じの色、これを入れていきましょう。それをちょっと意識して書いたのが、この生成 AI のこんな感じのイメージです。そして、ちょうど服もね、こういうふうなベージュっぽい色なんで、ちょうど合うと思いますが、まあ、こんな感じにトータル的に、まあ、おしゃれに、上品に作っていくと、これはこれですごくいい女性の、まあ、大人女性のメイクっていうことになると思うんでね、こういうチークを意識してみたらいかがでしょうか。まあ、リップっていうのは、まあ、あのグロスとかでね、20代の頃はやりますね、プルンとするようなねリップありますけど、50代はもうあんまりグロス塗ったりするとちょっとね、あのなんかもう一つですねもう僕も言うのはあれですけど、まあだからちょっとこう口角なんかがだんだん年齢いってくるとぼやけてくるというかな、口の周りがぼやけてくる、うん、よく食べてよく喋るかなか分かりませんけど、まあ、口の境目がねなんだ分からなくなってくるんですね。だからそこを僕はコスメティックにならない程度にリップのペンシルがあるんで、そのリップペンシルで口角とかやっぱりリップのねあのラインをしっかりと、まあ、取ってあげるっていうのは大事かなと思います。そうすることによってやっぱりちょっとこう知的な感じっていうのはね、口角があの上がった時にねなります。ちょうど自分の唇の色ぐらいのものを、自然な色を、まあ、まず影に入れて、そこから華やかな口紅を塗ると、そうすると立体的になりますよね、うん。まあ、グロスは控えめにしてくださいねということです。それから赤みやローズ系など程よく発色する色を選ぶと顔色がパッと明るくなります。だから一般の生活の中ではあんまり派手なことをしたくないという方であれば、まあ抑えたらいいと思いますけども、時にはこうやって赤み、今ちょうどこの生成AIの色ですね、このぐらいの色ね、まあ、あの服装もかなりカラフルやからね、まあ、こんな色を選んだらどうでしょうかということになります。それから大事なポイントとしては、今度はシェーディングとハイライト、これは必要かなと思います。だいたい年齢いった方はシェーディングとかあんまりしないと思いますが、まあ、たるみというものをある程度カバーしようと思うと、輪郭の部分ね、顎先、顎の下やフェイスラインに軽くシェーディングを入れることで引き締め効果が出ます。でそれからハイライトね、逆に今度出したいところ、額とか目頭とか頬骨の上に入れることで自然な立体感を演出できます。
まあ、例えば50代60代の方でこういう輪郭であればそんなシェーディングシェーディングって言わないんだけど、大概の方って結構やっぱりちょっとこうたるんできて、頬骨の下っていうのかな、頬の部分がこう落ちてきたり、このフェイスラインが下にこうたるんでる部分があるので、そこに僕こうやってファンデーションの2トーンぐらい低い色をまあちょっとこうシェーディングにかけたりしてます。その代わり立ち上げるところね、高く出たいところにはハイライトをしっかりと入れます。20代のメイクと50代の違い何かって言ったら、やっぱり大人の女性がやってほしいのは、この立体感をつけながら上品さを出す、でも足しすぎないというね、言葉にするとこんな簡単なことなんやけど、実際僕はこういうふうに思います。よく同窓会なんかでね、なんか気合い入れてやってくる人いてますけど、明るいファンデーション塗っとけばいいということでね、塗るとですね、集合写真撮った時にそこだけポンと顔が浮いて見えたりする人いてるでしょ。だから結局やっぱり引き締めて立体的にして、しかも上品でっていうのがすごくね、やっぱりいいんちゃうかなと僕は思いますね。まあ、シンプルで精錬されたメイクが大人の女性の魅力を引き出しますと。隠すというよりも引き出すメイクを楽しみ、自信に満ち溢れた笑顔を手に入れてくださいということになります。まあ、本当に年齢いくとそうは言いながら、いろんなもんね、シミ、そばかす、シワ、たるみ、くすみ、いろんなことは出てきますけども、まあ、それはそれで一つの自分の人生の勲章やと思ってですね、まあ、こんだけ頑張ってきたんだということで、横じわのね出る笑顔は全然大丈夫ですから、縦じわのしかめっ面だけなくしてですね、やっぱり、横じわはそれはそれで可愛い、表情、ね、自分の人生の勲章と思ってね、頑張ってほしいなと思います。人生というのは一足飛びに行きませんよといつも言ってますね。人生八変化というのをねいつも言っています。今の時代ね、 YouTube でもインスタでも成功してる人ってなんかこう羨ましく思うけど、やっぱりコツ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 一つずつ一つずつやってるわけですよ。で、この成果が出るまでには結構な時間やっぱりかかると思いますが、やっぱり信じてですね、この人生八変化、心を常に新鮮にリフレッシュさせて、行動に移して、三日坊主で終わらず習慣化させて、最低でも21日、そしてその性格が変わるまでコツコツやる。そうすると自分の人格っていうね、見た目が変わってきますから、もう人柄が変わってきます。そこに初めてそういう良縁といういい出会いができて、初めて自分の人生が変わると、これが人生八変化ということをねいつも言ってます。だからそれをね忘れずにですね、コツコツやってくださいということでございまして、まあ今日もね見ていただきましてありがとうございました。化粧は化粧で化粧するということで、化粧それは過去を隠すための術じゃなく、未来の素顔を磨くためのときめき心のレッスンですよということでした。ということで、これにて終わらせていただきます。